演説する、ザイグナー・エイリヒ・リヒャルト・モーリッツ・サイグナーは、ドイツの法律家、政治家。所属政党はドイツ社会民主党、後にドイツ社会主義統一党。ザックセン州首相、ライプツヒ市長などを歴任した。エアフルトに生まれる。1894年、両親と共に、ライプツヒに転居する。 1896年から1905年までギムナジウムに通い、1905年から1913年までライプツィヒ大学で法学や経済学を学び、1913年に博士号を取得した。卒業後はライプツィヒで管理司法となる。1918年に検察官になった。1919年に ドイツ社会民主党に入党すると、検察官を解職され、ライプツヒ地方裁判所の裁判官に任命された。1921年8月、ザクセン州法務大臣に就任。1923年3月、第3大ザクセン州首相に選出された。同年10月10日、内閣にドイツ共産党からの閣僚を2名を任命したため、同じスピード出身の大統領である。 フリードリヒエーベルトは同月29日に大統領体験を盾にザイグナーを罷免した。11月23日、ザイグナーは汚職容疑で在職のまま逮捕され翌年懲役3年の判決を受けた。1925年8月に仮釈放された。1925年から1928年までライプツヒにある労働者体育学校の教師を務めた。 1928年から1933年までは、いくつかのザクセンの当機監視で、ジャーナリストとして働き、また、ライプツヒのスピードの法務担当を務めた。しかしナチスが政権を獲得した1933年以後は、安定した職を得ることができなくなった。1933年8月に短期間逮捕、されたが、1935年に無罪となった。 1939年に再び短期間逮捕され、その後はライプツヒで書類係として働いた。1944年8月に再び逮捕され、ブーヘンバルと強制収容所に送られた。サイグナーの墓第二次世界大戦終結後の1945年6月、ライプツヒ市行政部のホーム顧問になり、7月にはライプツヒ赤軍軍政部のニコライ・イバノビッチ・トゥルファノーフ。 大将により、ライプツヒ市長に任命された。1946年10月には選挙で正式に選出されている。同年から翌年まで、ライプツヒのスピード地区委員会委員を務めた。1946年、1948年からはドイツ人民委員会の一員も務めた。1947年5月、ライプツヒ大学社会学部で行政学名誉教授となり、 また地域共同大学研究所所長となった。1948年10月には聖教授として招聘されている。1949年にライプツヒ市長在任のまま死去した。墓所はライプツヒ南墓地にあり、ライプツヒ市内にはその名を冠した通りがある。ありがとうございます。